今回は、エンジンコンディショナーを吹き込む前に、スロットル、バルブを洗浄していきたいと思います。スロットル手前の配管を外して、バタフライを直接洗浄します。この車体は、インタークーラーもノーマルなのに、配管がアルミに交換されている変態仕様です。使うのはこれ。サクッと配管を外しました。何か落とさないように適当なカバーをつけてあります。サブスロットルが手前にあるので、メインバタフライは奥に引きこもっています。養生をしてぶち込みます。ほど前に洗浄しているので、あまり汚れていない様子。そこそこ綺麗になったら、エンジンがストールしない程度に拭き上げます。これだけ奥にバタフライがいると、コート剤塗るの大変そうだな。内側はシャインレッド。中身がないと角が引っかかりやすいようです。増物を詰めてみました。チェーンにはよく使う鍵をつければいいのかな。
大きいだけあって、収納量は申し分ない感じ。ご視聴ありがとうございました。またの視聴をお待ちいたしておりますです。はい。過度な期待をしない方はチャンネル登録願います。